皆さんで正しい国を作りましょう。だから皆さん本当にですね、今まで歴史的に精神的な指導者たちの話を聞くと、誰も国はできなかったんですね。イエス・キリストも十字架で殺されたし、モーゼもね、シナイ山から降りてきて、もうナイル川でも水が流されてしまって亡くなったし、お釈迦様もほとんどみんなもう生きてる間成功してないんですね。亡くなってから何百年後にその彼らの思想、教えがあったんで、もモハメド先生だけが生きてる間に自分のメッセージを成功して国を作っちゃったんですね。サウジアラビア、アラブ、アラブと。で、アラブ連合を作ったら十何カ国、国を作ったんですね。だ基本的に本当の宗教の役割とは何か、ただ宗教だけではダメなんですね。モハメドが何か、この宗教、憲法まで作ったんですね。だからイスラムはいくら宗教とみんなね、誤解されてるけど、ね、今テロリストとか、まあね、あの中東でいろんな問題やってるけど、あれ全部利権です。政治的に宗教は利用されてるんです。宗教は間違いことを教えないんです。宗教は全て正しいことを教えます。人間の善の教えを教えしますね。でそこで結果そのみんな誤解されて、私もこうテレビ出てですね、いつもなぜイスラムのね、こう PR してるわけじゃないけど、イスラムの誤解を解けたいということで、皆さんに宗教を正しく理解しましょうよってですね、宗教は人間にね、すごいエネルギーを与える、逆に国を作れるような、もうエネルギー、パワーを与えてくれるんですよ。だから宗教家が本当に強くならなければいけないのに、残念ながら今、間違った資本主義とか、共産主義だとか、なんかもう民主主義だとか、もう何でも思想主義で、宗教主義が弱ってしまったんですね。で宗教は人間の心なんですよ、本当はですね。で、心を強くしなければいけないのに、全部その資本主義、社会主義も全部に支配されてしまって、ダメになっちゃった。みんな、宗教でなんかもう弱い者が死んでるもんだって、4000年前の宗教に戻っちゃったわけですよ。八百万の神を信じるとか、違うんですよ、それですね。これほど精神たちにね、私たちに精神指導者たちが強くして、ここまでレベルアップしてくれたのに、もっと強くならなければいけないんですね。で、そこでですね、私がですね、自分の私の精神的な指導者という、まずですね、私、父から学んだ、親父が哲学者だったんですね。だっておじいちゃんも哲学者で。で、いろんなことを小さい時からいろんなベッドの中で一緒に寝て、神話とか、こういう育てられるんですよね。モーゼはこうしたとか、アブラハムどうしたとかね。もう聖書は全部もうベッドの中でもだいぶ暗記されるんですよ。で精神的な話を中心としてなるとやっぱ精神が強くなっていくんですね。でそこで私はですね、ほとんど父親から学んだことはまず小学校から中学校になると知恵がちょっと出てくる、質問疑問が出てくるし、人間が何で生まれてきたんだとかね、生きてる目的は何なのか、死んだらどうなのかって、まあ、これはほとんど小学校から中学校の間に疑問が出てくるんですよ、人間。なぜか知恵が発達してくるから、私その当時に父親に聞いたんです。お父さん、人間どこから生まれてきた、何のため生まれてるか、死んだらどうなのか、こういうプロセスなんですね。見事にやっぱり親父が子供の精神年齢に降りて答えないといけない。ここで聖書の何節にどこに何が書いてるかで解釈しちゃいけないんですよ。ボーラーにこう書いてあるとか言う。ものすごく私の精神レベルに降りてきて言ったのに、いや簡単だよって。人間がですね、お前がどこから生まれてきたかってですね、それは簡単だから。まず、生きてる目的は何かって。人間、今あなた子供です。生まれてきた町はお母さんの中から生まれてきた。シンプルです。生きてる目的は何かってね、これがね、あなた今子供だから、大人になるために生まれてきたんだよって。大人って何かというの、大人はこれ大人になってみなければいけない。大人になってみれば、これは楽しいし、これは音楽は素晴らしいし、感動しても、すべてが感動していくのは大人の楽しみがあるって。結婚するし、恋愛するし、失恋するし、失恋するし、すべては大人になってから分かるんだから、君がまだ早いんだから、大人になったら分かるんだって。で人生すべて経験だってですね。ああ、なるほど。だから今のままでとりあえず勉強して、一生懸命頑張りなさいって。で納得いくわけですね、納得。で、この時はまだ大人になったら、いや、お父さん、もう大人になったよって。ああ、そういうの、人生楽しみなさいって。いやー、なるほどね、お父さん、じゃあ、これからどうなの？いや、これからね、年取っていくんだよって。ああ、なるほど、年取っていくんだよ。老人になっていく。で、年取って老人になるのに、これ、なってみないってわからんって。膝が痛いとか、腰が痛いとか、足が痛いとか、もう、痛い痛いわーって。そればっかり、これはね、なってみないとわからない。ああ、なるほど、なんてもう年になってる。いや、年になりました。お父さん、年になりましたよ。
これどうなるんですか。死んでいくんだよ。死んでいくんだよ。本当死んで何？あ、これはね、死んでみないとわからんだ。その時が来るから、その時経験しろって。で、こういう本当にね、面白くおかしく言ったけど、でもだんだん高校生になっていくと知恵が張ってきて、ものすごく本を読んでるし、で、その中に一点大事にしなさいって。私はあなたを産んだ肉体の親である。でも学校の先生はあなたの精神の親である。だから学校の先生はお父さんとして尊敬しなさい。それは絶対必要。だからいい手やいい先生に出会ったら、立派なあなたは教育される。そしてだんだんもっと大きくなって、今度心が大きくなっていったら、いつも我々モスク行ってですね、お父さんがいるんですね。その人はあなたの心のお父さんだと思って信じなさい。そうやってですね、精神の教育、心の教育、肉体の教育、これ3つのバランスを取った上で人間が立派になっていくんだ。だから絶対人間に精神的な、高いレベルの精神的な親が必要である。だから私は皆さんにですね、本当に精神的な指導者、親になれば人間が一番その人の子供になって、従っていけばすごい愛情をもらって、先で正しい教育を受けて正しい行いができるんですね。だから親子関係が一番大事だと思うんですよ。私もですね、子供5人いますから、でも本当に子供の自分が神様になると、神様は親なんですよね。モハミ先生も言ったんですが、神様と人間の関係はどうなのか。キリスト教は父なる神って言うんですよね。でモハミ先生は、じゃあ父なると母はどこなのって、母なる神もいるはずだから。だからイスラム教は母なる神、父で神って言わないんです。だから言葉すか、ラブって言葉すか、親、父と母一緒に、神様は見えないけど、その父と母両方の心を持った親である。我々はそうやって神様は無形であるけど、でも心情を、そのフィーリングをね、渡してる。基本的になぜかって、イエス・キリストは生まれる前から父親はいないんですよね。もう亡くなったんですね。もういないかわからないんですね。それはもうその議論がすると問題になるんですけど、やっぱりそれはキリスト教的な論説がある。だから、モハミ先生もっと細かい言ってるでしょ。俺、父もない、母もない、生まれたとき、お母さん死んじゃったんですよ。本当ですよ。そして、サンパさんによって育てられてるんですよ。もう連れて行かれて。だから、サンパさんがお母さん。本当のお母さんじゃないんです。お母さん、もう、お産してから死んじゃったんですよ。そうすると、こう、サンパさんに育てられて、おじいちゃんたちにも、ほとんどもう、種族に育てられた子供なんですよ。イエス・キリストよりもっとひどい目にやってるわけですよ。生きて、父もいない、母もいない。イエス・キリストはまだお母さん、マリアさんがいたんですけどね、ある程度わかると。俺、父もない、母もない、誰がって、あなたの親だって、あらあらは神様、あらは私の父親であり母であり、みんなにそうやってこう親の心を掴んだ時に人類の親になれたんですね。だからモハメ先生の子供もね、まあ、奥様一夫多妻の国であるから子供だけど、全人類は私の子供であるって、みんな精神指導者がそう言うんですね。お釈迦様も同じですよね。みんな仏の子だって、仏でって、みんなそこの親子関係が一番、精神的な親子関係ですね。そうすると立派な人生の生き方ができるんですね。で、私はそれを父親に、まだ大人になってから、お父さん、これ大体言って死んだらどうなるか分かるな、本当の人間がどこから来たんだ、これを知りたいんだ、もちろんお母さんの中だ。だからそこにね、不思議な答えが、これが私の哲学になってるわけですよ。父はこれに、今まで死んだって言ったでしょ、逆のバージョン考えなさいって。死ぬ前は何だったかって、年寄りだったんです。そうだね、年寄り前は何だったかって、若かったんです。若い前は何だったかって、うん、ね、もう青年も子供だった。その前はお母さんの田舎にいた。そこから哲学始めて、お母さんの中にいる前はどこ行ったかって、血液だったってですね。ああ、なるほどね、父親の血液、母親の血液によってできてる、ね、じゃあ血液の前に何だったか、そこまでいくんですね。血液が食べ物からできるんですね。食べ物を食べてから父親の血液でき、母に、なるほどって言って、食べ物はどこから出てきたかって、土から出てきた。だから土がどこから出てきたか、地球だって、ね、だから父は母であり、人間が全部そこからなんだから、土から生まれてきたものは土に戻るんだってことですね。はあ、はあ、なるほど。だから人間が土から生まれてきたって言葉、これイスラム教の精神でもあるんですね。初めて神様アダムとイブを作って、土で作ったっていう、まあ、イスラムの神話の中ですよ。土で銅像を建てて、最後にふって息を吹いた、そしてもう動くようになった、人間になっちゃった、そういう神話があるんですね。だから人間が、だから土葬なんですよ、イスラム教は。火葬はダメですね。土から生まれたから土に戻さなければいけない。